こんにちは、コフュージョンの谷です。今日は、プロツールズ8を使って、トラックを制作していきたいと思います。トラックの内容というか、ジャンルは、エレクトロハウス、テックハウス風なものを、作っていきます。最近のエレクトロハウスや、テックハウス等は、BPM125 あたりが多いので、今日も、BPM125 で、トラックを作っていきます。まず最初に、自分が、曲作るときは、リズムから作ります。今回 Pro Tools 8に、導入されたブームというリズムマシンを、使ってでリズムを作ってみましょう。このブームという、リズムプラグインは、昔の、リズムマシンに導入されていた、ステップシーケンスが、取り入れられておりまして、初心者の人たちにも、とても、分かりやすく、リズムを作ることが可能です。まずはキックを、打ち込んでいきましょう。次にはスネア、はい、それでは、基本リズムができましたので、これからちょっと音色を、いろいろ変えてみて、自分の好きな音色にしてみたいと思います。まずはキックから。次にスネア、まあこうやっていろいろと音色を自分でセレクトしていじってみます。今回このパターンを3種類違うものを作ってみました。はい、ブームによって、基本リズムが、作られましたので、次に、ブレイクビーツを、重ねて、まあ、グルーブというか、そういうものを、つけてみたいと思います。そして、ちょっと聴いてみます。はい、こういう、ブレイクビーツなんですが、これを、Pro Tools、常駐の、ビートディティクティブ機能を使ってリズムを、分割してみましょう。まず分割するブレイクビーツを、選択しまして、選択範囲をキャプチャーボタンを押します。そして、高音を強調、そして分析する。そして、感度を上げますと、このように、分割する、場所をが線が出てきますので、だいたい一通り見まして、分割する場所が、問題がなければ、こちらの D ジョン分割ボタンを押して、そしてこの分割ボタンを押します。このように、リズムが、見事に分割されました。で、これを先ほどのリズムに、いろいろ当てはめていきたいと思います。まずはスネアを適当に。で、キックを、適当に。で、聞いてみます。
はい、いろいろ、試行錯誤の、結果、このような、リズムになりました。はい、それでは、リズムができましたので次は、上音を、入れてみたいと思います。プロツールズ8で導入になった、ピアノミニグランドを、起動させます。いろいろコードを、弾いてみまして、しっくりする、コードを、いろいろ探してみます。このコードに、してみましょうか。はい、先ほど決めた、コードを、MIDI データを書き出すとともに、オーディオデータにも書き出したものがこちらの緑色のものになります。そして、こちらのオーディオを、サンプラーの、ストラクチャーフリーへドラッグ&ドロップすることによってアサインしたいと思います。こちらに先ほどした、先ほど録音しましたミニグランドをドラッグ&ドロップします。そして、鍵盤で弾いてみます。で、こちらでいろいろリズムに合わせて、弾いてみましょう。はい、いろいろ試行錯誤の結果、ストラクチャーフリーを、使って、このような上音になりました。それに、今回 Pro Tools 8で導入されました、Air の、トークボックスを、ちょっとかけてみます。このプラグインは、もちろん先ほどのピアノの音が、あたかも声にな感じになるような、プラグインなんですけれども、とても、面白いのではないでしょうか。はい、リズムと、上音を入れましたので、次にベースを入れてみましょう。今回また、Pro Tools 8に導入された、バキュームという、アナログモデリングシンセを使ってみましょう。はい、いろいろ試行錯誤の結果、ベースフレーズはこのようになりました。はい、で出来上がったトラックは、こういう感じです。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。トラックメイキングは、とにかく試行錯誤と、ひらめきが大切で、Pro Tools 8には、それを、手助けする、アイデアというか、引き出しが、いっぱい詰まっていますので、皆さんもぜひ Pro Tools 8を使ってかっこいいトラックを作ってみてください。